皆さんこんにちは、柳沼です。そして皆さんこんにちは、大原優乃です。いやお邪魔します。ようこそ来てくださいました。私も優乃チューブの方で動画撮らせていただいたんですけれども、今回は夢に挑戦する人を応援するカーネクストさんとのタイアップ動画です。ありがとうございます。ありがとうございます。どうして夢に挑戦する人をカーネクストさんが応援しているのか、最後まで動画を見ていただけたらわかりますので、ぜひぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。嬉しいです。はい。ということで、はい、準備ができました。これは何ですか？これはですね、ゆるキャン飯を作ります。やったー。我々といえばゆるキャンですからね。はい、そう、もちろんですよ。なでしこと犬子でやらせていただいてるんですけれども、うんうん、なでしこが、はい、カレー作ってくれたじゃん。うん。豚骨スープ入りの。作ったね。ノコルで行った時にね。そうそうそう。だからそのカレーと、肉まん。お肉まんサンド。あ、うん、肉まんポップコーン。プレスするやつに。そうそうそう。うんうん、りんちゃんがやってたやつを作りたいと思います。日が暮れてきそうなので、はい、ダッシュで。作ります。夢なの夢ということで、まずはね、食材を切っていきたいと思います。はい。材料はこちらです。玉ねぎ、じゃがいも、ナス、人参。おいしそう。お野菜はこんな感じなんですけれども、はい、楽しみです。切っていきたいと思います。はい、切りやすい。うん、ちっちゃめでいくか。うん、ちっちゃめの方がね、火を通るから。みんなが、火起こしで。必死。みんな必死。完全協力体制のもと、皆さんには。キャンプは大変なんですよ。大変なんです。まあでも、その過程が楽しいよね。そうね。うん、のんびりさ、時間気にせずこれをやるのが楽しいよね。そうだね。キャンプってね。ということで、なかなかね、火がつかないんです。本当にお泊まりになってしまいそうなので、はい、ガスコンロ急遽救世主に来ていただいて、はい、ちょっと野菜炒めます、はい、まず本当にお力お借りします。にんにく大事大事。あー、バターの匂いしてきたね。いいね、やっぱお外でやるの、うん、いいね。うん、だんもう日も暮れて暑さも、うん。ほんと、え、ってかさ、ここ着いた瞬間涼しくなかった？こんなないか。美味しかったな。なんかさ、地上っていうか、確かに結構登ってきたじゃん。ね、そう、うん。から比べたら全然涼しくて。確かに。夜でもさ、びっくり。東京だと暑いもんね。暑い暑い。ほんとに汗止まらないんだけど、全然今汗かいてない。うん。大丈夫？うん。すみません。いいえ。任してください。前回のゆるキャン飯の時も、中柳さんが料理をこうやってましたね。確かに。お姉ちゃんとか言ってね。ここで、隠し味の豚骨スープを入れます。だるまだるまなのかな。あー、最高です。いい感じじゃないですか。いい感じですね。でもめっちゃいい匂いじゃない。いい匂い。ニンニクと豚骨というね。ね、ラーメン肉食系女子ですね。さらに、あ、めっちゃいい匂い。豚骨の匂いする。でも、ほんともうちょっとだな。じゃがいも結構柔らかくなってきた。カレーパウダー入れます。わー、いい匂い。ということで、ぐつぐつ煮込んでいる間に、肉まんサンドなのかな、うん、を作りたいと思います。あっちに移動します。ということで、肉まんプレスしていきます。じゃあ、ぬるしいいの。ナス、ならば、ここに、肉まんを置きます。置きました。うん、そして、閉じます。
キュッってなってんのかな、これ。待ちます。待ちます。待ちます。しましということで、時間が経ったので開けてみたいと思います。せーの、オープン。わーかわいい。なんかかわいい。なんか肉まん焦げついてる。いただきます。いただきます。いい音。めっちゃおいしい。おいしい。うん、うん、肉まんカリカリ、おいしい。倍増するよね、おいしさ。うん、なんかちょっとふわも残ってて、うんうんうん、いい感じ。食べて。うん、美味しいよね。うん、熱々。あ、これさ、こちらですよ。じゃん、餃子のタレ。うん、かけたら絶対美味しいと思う。最高だね。よーへー、いい感じだね。うめぇ。キャンプ行ったら絶対に作りたい一品、うん、ね、簡単にできるしね、うん、ね。そしてカレーが、うん、もうできそうなんだよね。オープン。わー、完璧です。よいしょ。なんとですね、ご飯も炊いておりました。やったー、イエーイ。いいね。ご飯もオープンしますね。はい。あー、うわー、うわー、完璧なんですけど。さっき炊きました。めっちゃ熱いから気をつけて。熱い。そこ触ったら終わり。終わり。です。素晴らしい。めっちゃキャンプ。それでは完成しましたので、いただきます。いただきます。うん、カレーです。カレーですか。はい、おいしい。でもちゃんとお肉も野菜も柔らかいし、おー、ちゃんと煮込んだからトロトロです。いただきます。食べてください。うーん、おいしい、うん。これ大成功でしょ。おいしい。これ大成功だよ。頑張ったと思う。豚骨も効いてる。ね、うん、効いてるね。おいしい。そう、いい感じの出汁というか、うん、味付けになってる、ちゃんと。私のチャンネルで最初に、この撮影の前にね。うんうん。お昼に撮ってたんですけど、今回ですね、夢に挑戦する人を応援するカーネクストさんのタイアップってことで、はい、私のチャンネルでは私の夢、うんうん、について、夢について、夢でいいから質問しましたね。そう、夢でいいから夢について質問してもらったんですけど、大原もね、はい、夢のに聞かせていただきたいと、はい、ハラディーと申します。今回は夢なの夢のチャンネルなので、はい、逆にハラ D が私に夢に関する質問をしてくださるそうです。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、まず一つ。はい、第一問。このお仕事をされるきっかけをまず。きっかけ。お伺いしたいです。はい、きっかけはですね、いろんな雑誌に応募してはいたんだけど、セブンティーンモデルになりたいと思って、そしたらセブンティーンのから電話が来て、東京に来てくださいと、オーディション来てくださいって言われて、そっからオーディションをして最終候補まで残ることができて、でそこのタイミングで今の事務所からお声掛けをいただいて入ったっていう感じで、そっからスタートでしたね、私は。そっか、うん、セブンティーンがきっかけなのか。そうだね、最初は本当モデルさんになりたいっていうのが夢だったんだけど、お芝居とかのお仕事もいただけるようになって、うん、もっといろんな役をやってみたいって思って、
今に至ります。だってずっと通いながらねお仕事してたの。そうなんだよね。本当そう、私福島県出身で、いつぐらいだっけな、全然最近まで福島から通っていて、まあ、今も地元のお仕事を結構やらせていただいてるので、ちょくちょく帰ってるんですけど。ハラディーカの二つ目の質問です、はい。夢に挑戦する人を応援するということで、はい。挑戦していきたいことはございますか？今後ですか？はい。そうですね。なかなかこういう話聞けないから気になるの。そうだよね。うん、まあ、お仕事面で言ったら、言うのと同じように、やっぱ女優さんとしてお芝居もっといろいろ経験積んでいきたいなと思いますね。いろんな役。やっぱお芝居が好きなので何より、もっともっとやっていきたいなっていうのと、あと何より一番、免許を取りたい。おー本当の。もうガチで、本当に今年こそ取ろうって思ってたんだけど、もう、もうあと、もう少しじゃないですか、今年。そうだね。ちょっと焦っている。取らないといけない。本当に。取ったら、乗ってくれる？乗りたい、乗りたい。ぜひぜひ。うん、ということで、ハラディから質問をしていただいて。ありがとうございました。はい、私の夢だったり、今後挑戦してみたいことについてお話しさせていただいたんですけれども、うん、今回タイアップさせていただいているカーネクストさんも、今までにない挑戦をされているということで、うん、私のね、チャンネルでも、夢菜と、うん、お話しさせてもらったんですけど、中古車買取サービスなのに、うん、これ一番びっくりしたこと。一番びっくりしたこと。本当に。店舗がない。店舗がない。カーネクストさんの、これが挑戦っていうことみたいなんですけど、はい。店舗がないっていう一番のびっくりポイント。と、あと実写査定もないっていう、ことが、本当にびっくりで、だからスマホを、一つで完結しちゃうんですよ、車の売却が。ネットで完結ということで。そう。すごいよね。本当に。でもさ、車をさ、こう、携帯で買い取りしてもらうって、査定とか、なんだろう、値段とかさ、なんか例えばちょっとした傷とかも、こう、後でこう、あ、これが漏れてましたとか、なっちゃうんじゃないかなって最初思ったんだけど、なんと、カーネクストさんには、専用のオペレーターさんがいて、電話で査定をしていただけると。うん、すごーい。でも安心だよね。やっぱ電話でさ、人と喋るっていうことが安心するじゃん。こっちも信用してもらいたいし、ね。そう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 。そう、やっぱり人と話す、直接話さないと伝わらないこともあると思うし、やっぱネットだけってなると不安な方も多いかなと思うんですけど、オペレーターさんがいらっしゃるので、安心してください。スマホ一つで完結できるカーネクストさんなんですけど、どこでもできるよね。そうだよね。本当に、うん、外出先でもできる、うん、もちろん家とかでもできる、仕事場でも休憩中とかでもできるし、ふと思い立った時にお風呂とかでもできるし、そうだよね。めっちゃいいよね、これ。手間も費用も、ね、かからないので、すごいですね。本当不規則なね、お仕事の時間帯の方とか、本当に忙しいお母さんとかでも、できると思うので、ありがたいですね。うん。ということでね、実際に、すぐできちゃうので、やってみたいと思います。こちらでも紹介させていただく、こんな感じの画面で。本当にすごいんだから。そう、すごいんだから。横に出てると思うんですけど、はい、こんな感じで、高価買い取り。そしてここ、簡単20秒で無料査定っていうところ。メーカー車種を押していただいて、さっきみたいに、トヨタとか、トヨタのカローラだとしたらカローラ。カローラ好きだね。年数を選んでいただいて、で、走行距離、何キロ走ったか選んでいただいて、こんな感じで。そしたらお名前と電話番号と都道府県入れるところが出てくるので、それを入力していただけたら、完了です。ほら、20秒。なんか CM みたい。ほら20秒。これでいいのって思っちゃうぐらい。本当に。簡単。相談できずにちょっとどうしようかなと思ってる方はやってみてください。車を売るってすごく手間のかかることなのかなって思ってたんだけど、いや、手間のかかることなんだよ、普通は。普通は、ね。だけど、カーネクストさんは新しい試みということで、スマホ一つで簡単に
買い取りができちゃうっていうサービスが。本当に、カーネクストさんの新しい挑戦ということで、挑戦する人を応援するっていう今回の本当にキーワードだと思うんですけど、うん、それがね、本当にそこに繋がったのかなっていうふうに思います。まあ、ゆうのとか、私の夢とか挑戦について話させていただいたんですけど、はい、そんな夢を応援するカーネクストさんのホームページ、概要欄に貼っておきますので、査定、やってみてください。ということで、はい、帰ります。帰ります。都内に帰ります。はい、ということでね、はい、ということでね、改めて、はい、カーネクストさんの詳細概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。お願いします。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。楽しかった。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。